こんにちは。今回の動画は、今日は岐阜県の瑞穂、瑞穂？わかんない。瑞穂市になるのかな。にあるこの御湖園、サボテン村です。もう日本で一番でかいよっていうぐらいのサボテンの、生産者さん、農家さんにやってきました。実はここもう3年ぐらい前から取引させてもらってて、ここからスタートしたって言ってもう過言ではないね。うちのタイガープランツ。うん、確かにね、うん。一番最初はね。3年、そうだね、ちょっと3年ぐらい前の春かな。うん、突然来て、こんな可愛いサボテンがあってまだあって、でそれを売り始めたのがきっかけかもしれないですね。じゃあ中行きましょう。御湖園は一般の方でもお買い物することが可能ですが、入れるエリアが異なります。一旦多分いろんな YouTube とか見てるとあちらハウスとかはあるんですけど、僕ら業者なんで、まず到着したら事務所の方に向かって受付をしましょう。色がこのグリーン、じゃあ青だと業者っていうことなんです。一般のお客様用は紐の色が違うようです。では一旦受付事務所の方へ向かいます。これかっこいい。なんだろうこれ、すごいかっこいい。ここでね、植え替えとかして、こういう出荷前の状態、あそこで植え替えして出荷前にして、で運んでくる。こちらが受付事務所前になります。こちらで名前等を書いて札をもらいます。この×のエリアが一般のお客様が入れない業者のみのエリアになっていますので、今日はこちらを中心に紹介していきます。一般エリアのサボテンはこのようにスコップとカゴを持って自分で欲しいサボテンを掘って持っていきます。最後に今の事務所に持ってきてお会計するという流れになっています。ここはうちら業者しか入れないんで、御湖園さんは全国の植物ショップ、ホームセンターなどの植物コーナー全てのエリアに卸している巨大なサボテン農家さんです。どうですか、すごい広さじゃないですか。これはまだまだほんの一つ目です。こちらは主に出荷前の観葉植物などがメインに置いてあります。ここでようやくね、一番隅までたどり着きました。ここでは増やしている植物もあるそうなので、これが欲しいよって事務所に持っていても、あ、これはちょっと今増やしとるでダメだよって言われるパターンもあります。うわ、育て中か。ここでそう、ちょっと大きくしてからあっちの外のみんなが入れるハウスの方に行くんやな。ここにサボテンの赤ちゃんがいっぱい。
アデニウムの花が咲いていましたよ。このハウスの中はいい環境なんですね。吹雪の松だって。これサンセビリアですね。よくこれはオフィスとかにあるサンセビリアですね。ガジュマルちゃん、芸術的なガジュマルちゃん。いいソテツがありますね。植木鉢によってね、ちょっと値段が変わってくるので、大体の値段は、全く値段変えてないけどね、大体の値段は把握してるんで。一般エリアも同じなんですが、値段が1個ずつ書いてあるということはないので、事務所に持って行って値段が分かるという感じです。ここは入れないけど、その普通のハウスの方も値段は一切書いてないから、それを受付に持ってって初めて値段披露って感じで。ニトリ？普通ニトリ。本当だ。ではもう一つのハウスの方も見ていきましょう。こちらのハウスもすごい広さです。これはまだ手前半分です。モンテスラもすごい数あります。壁際にはウンベラータですね。さすがに機械も大きいですね。夏は大変そうです。この状態で多分海賊が来るのかな、来たやつは今から発掘ですね。こちらの観葉植物が気になっているようですね。送風機も大きいですね。わあ、ミクロレベルのサボテンちゃんが育成中ですね。すごい数。
ハオルチア。こちらのハオルチアは全部元気いっぱいですね。すごいね。咲きまくってる。みずみずしくていいよね。あ、なんか花が咲いてるね。うん、かわいいよ。ちょこっとあるかな。雷神かな。雷神です。春を感じるわ。こちらのハウスでもスタッフの方が植え替えや出荷作業をされています。前この壁にさ、たくさん美角があったよね。サンセベリア。では一般公開のハウスのエリアも見ていきましょう。この辺りすべてが公園さんのハウスです。まもなくハウスの中が無理な季節がやってくるね。いくよ。これいけんやん。もうもういけんやん。いけません。あ、こっからカロリーズいけるか。ものすごく巨大です。同じ大きさのハウスがこのように何棟も並んでいます。この傾斜地だね。この辺りはサボテンの寄せ植え、てんこ盛りです。欲しいやつあったら。ね、持っててね。あの割り箸とかで持っていけるから。割り箸ね。これ怖いね。これ何これ、ネギみたい。あ、でも思ったより痛くなかった。上から取ると映える。一般公開のハウスエリアはまだまだありますが、たくさん紹介してはキリがないので、先ほどのハウスに戻って仕入れる株を取りに行きます。この日はこちらのアスプレニウムパーバティと、アグラオネマのビューティーをメインに仕入れることにしました。かなと思って。1月ぐらいかな、入れたのは。台湾。中国。あ、中国なんやけど、暖かい方、福建省の方。あ、そっか、福建省じゃないな、これは福建省や、福建省に。はいはいはい、中国も大きいですからね。はい、ソテツ6号スクエア。こんなフォトスポットもあるんですよ。では最後に一般公開ハウスの外周を回りながらお別れです。最後までご視聴ありがとうございました。
よければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。